Let's continue, people.様子がおかしい。 You ain't doing that. こいつを使え。助かる。私の番です。ほら来いよ。やめんな。
くなれましたね。I should have tapped out. I mean, tagged out. かしら、何やってんだよ、あんた。俺の知ってる沢城城は、何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな、どんな理由があってもバラカーのおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目覚まれて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。
バカの命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。Like, yeah, tell me the story while I beat your brains in. If you heard all that moving around, I apologize. I was adjusting my headset and trying to untangle my cord. あの頃の俺は、カムロ町でひたすら喧嘩に飽き暮れてた。He looks no different than Kumi as a kid. 未来もね。家に帰りゃ、アル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。God damn it, she's the mother of Kasuya. 俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。 Please don't tell me she's the are you serious? No. 全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。 That's how you live. あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから Y'all both scum. You just got some abandoned. You just have some abandoned parents in this game. Sheesh. Kasuga's mom abandoned him. They're abandoning this child. I mean, seriously. Why would you lock it? No, seriously, why would you lock it? Here you go in hell. You terrible. Y'all both terrible. No, seriously, why bother locking it? Golly, you can at least keep it open, shit. How horrible. Horrible. I don't care if you feel guilty, you're terrible. Horrible! Huh?
のロッカー、あの人なんであそこを開けようとしてるの。赤ん坊がいるって気づいたの。でもなんで。うわほれほれ、でも、よかったんじゃねえか。え？いいんだ。Wait, did he go to the wrong locker? He went to the... So he... Wait, so his child is dead? His child? They say... Hold on. So you mean to sit there and tell me he went to the wrong locker but just happened to get his lieutenant's child? I mean, yeah... Good gosh. Now that I think about it, the woman never told him what locker he was going to be in. The child, I mean, Masumi's wife never told him what locker she would put him in, if she ever did. Otherwise, I'm going to be able to get it. I'm going to be able to So by mistake, he went to the wrong locker. じゃあ、おやつ様、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は、そう、ヘルベン。荒川正人、若だ。若は、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。 A second baby in the same lockers 思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。 Well, so his real child's dead?No! What if he actually is the real... Oh, I get it. I think. Oh! They're half siblings. Maybe. They actually are brothers. Half siblings. Maybe the mother... Oh! You know what? I wonder if that was going to tie back. So the mother probably didn't...Instead of the locker, she dropped him off at Soap Land. あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。I'm just making speculations. 荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か。ん？あの子供は？その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだというか。Hypothermia。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで ？That's gotta be frustrating.
その言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえんだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてる。 Yeah, exactly. Okay, I was kind of hoping to go back to what I was saying. That the child of Masuma, what happened? I bet that's him. It's the, probably took him out the locker, fled, and dropped him off the salt land. So they're half siblings. 肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら親父の本当の子はどこにいた。そういや、That's you. 名前を茜さんと言った。そして、親父と知り合う前は、Told you. 桃源郷ってソープで働いてたらしい。Knew it. That really was his father. 桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。あの大晦日の夜、茜さんは腹の中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は、逃げる途中で産気づ。Same father, different mother. No, I don't. Let me get this straight. Hold on. No. Adoptive brothers. They're okay. I said half brothers. I'm wrong. Adoptive brothers. Because technically, he adopted his kid, and he has his real son, Kasuga. So yeah, they're adoptive brothers. どこか埋める場所が必要だった。追われる身で。少しでも安心して埋める場所。それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。するとそういえばその日その場所で生まれたって男がいたな。まさかそれじゃまるで俺が。まさか親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。どけ！騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。
少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。あ、言いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああそっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、They already kind of mix. Oh, I get it, I get it. This, Kosuka from his story was a little altered from what actually happened. Uso. Either that or they're slightly retconning. Hakachan が もう一人。どうすんです?警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。アカネちゃんが迎えに来るまでな。あの子、大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違い。Look how fate turn. Look how fate changes things.ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長、春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え。そんなわけが。あのわい。できれば。全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。I was gonna say, you still kill the old man. 清流会の会長を殺しといて。このまま逃げられると。That's what I'm gonna say. I hope nobody forgets this. 信じろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん。青木亮に荒川の親父を殺せと言われて、俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと。頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを。
確証はねえが、頭補佐の石尾だかもな。奴が今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎が親父さんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。うん。Hmm. All right. I like where this story is, how this story is unfolding. So they're adoptive brothers, huh? I hope he saves that. I'm talking to myself here. Sorry about that. Where are the other goons? 그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. 누구다? 星野会長が狙われていると、そう教えてくれた匿名のタレコミですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何？なんで沢城が自分からバラしたんだ？つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え？彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。Well, you failed at that too.が、あなたに直接それを伝えれば、はっきり青木亮を裏切ることになる。ですから、匿名で情報を流し、星野会長が殺される前に、あなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも、私たちは間に合わなかった。I like the music. いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは、かしら。I'll make you proud. Oh boy.This game is so much fun. Fate of our fathers. Wait, why is he active?Two more chapters. Oh man, I ain't ready for this game to end just yet. Oh man, one more chapter after this. I'm not ready. I'm not ready for it to come to an end. Oh no, the dog's Oh, no. その時になって、
やっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。Now it's time for somebody to have a drink. 40年前の大晦日、鋼が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は、Why didn't I think? 望遠鏡なんだ。まさかがそうで、そんなわけねえのよ。もしかして大家さんは、ずっと俺を自分の息子だと。Why didn't I piece that together? Why didn't I piece that together? Why? So, where, sir? So, どうして? Nani?なんだよ急に。みんなお前のことを心配して話をつける。え？誰と？青木亮と話をつける。話をつけるってどうやって？だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ？若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、博料ビルか。今から行くぜ。え、おお、わかった。俺らも行くからよ。おお、this is the first time I'm going by myself. Oh, for fuck's sake, can we end this already?What kind of fighting posture is that? 連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていく。They're just stalling for time. Especially the way they keep looking at his watch.何はともあれ、俺らが気に入らねえってとこか。そいつ、お互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。はっ、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。Seriously, what kind of stance is that? I was kind of hoping I didn't have to. Dang! I tell you one thing, they would not give you a time to just stop and chill.
Okay, good. A stopping point. Hi, people. This is the Survive Bar. Till next time, toodaloo. Well, hold on. There we go. I want to see if we have a... nobody to talk to? Alright, let me go upstairs and heal up, man. Alright, people. Now, toodaloo.